室内機よりポコポコと音がする。ご覧の映像は室外のドレンホースです。室外の空気がドレンホースに入り、ドレン水が室内の気圧と室外の気圧のバランスが崩れることによってポコポコと音がします。特に強風時や気密性の高い室内で換気扇をつけた場合など音が発生しやすくなります。窓を少し開けたり換気扇を止めたりすると音が止まる場合があります。またドレンホース先端に別売部品、逆流防止部材などを取り付けすることで改善されます。詳しくはお買い上げの販売店様へお問い合わせください。ピシピシと音がする。温度変化で樹脂部分が膨張収縮した時のきしみ音です。シュルシュルプシュと音がする。冷媒が配管の中を流れる音です。